スーパーカーのコピーをしているので、スーパーカーの曲で「うめぎはラストボーイ」っていう曲があって、それとあと、まあ、ギターボーカルの岡本くんの下の名前が「料理」っていう名前なんで、それをかけてバンド名が「うめぎはラストボーイ」っていうのになってます。低音ロックっていう風なんですけど、ですね、こういう場に出ていろいろイベントをするわけなんですけど、この春は割と行事が目白押しで、その今日の新刊の歌舞伎日に、まあ再来週、来週はその新刊オンバーと、まあ、一緒に野外オーディションというのがあって、これはあの4月の30と5月の1かな、まあ、そこら辺のゴールデンウィークの直前に一応祭っていう学祭、春の学祭があるんですけど、それに、まあ、出る、それの野外に出るバンドを決めるオーディションみたいなのがあります。で、まあ、舞踏会自体のその野外の他に、その平穏ロックが共通 A との、まあ、教室を借り切ってライブ喫茶を行うので、そういうのもまた興味がある人は見に来たりとかしてください。で、まあ、そうやって平穏ロックは基本的にあのオーディションを、まあ、出て買って出てるって感じなんですけど、まあ、こう言うと結構大変そうに聞こえて、特に初心者に入ってこようかなって思ってる人もいるか、ちょっとどうなんやろうって思って敬遠しちゃうかもしれないんですけど、初心者が初めても全然、うまくなったり、メントに出れたりとかします。もうこのバンドのフェイス見て一番だよ、皆さんから見て左、一番左に見える彼なんだけど、ありがとう彼も結局たぶん初心者で、で、だけどめちゃめちゃ頑張りさんで、こんなに面倒に言ってたりとか、いろいろできるようになってということなので、初心者の人もそのあまり経営しないでどのバードでも行ってほしいです。じゃあ次の曲に行きます。
どうも、エネルギーのストリオイというバンドです、やっぱりバンドって楽しいなって、まあ、すごく思ってるので新入生の皆さんも、ぜひ検温ロックというサークルに足を運んでいただきたいなと思います。初心者の人でもさっきも話がありましたが、ベースの大きくのようにですね、堂々と弾くことができると思います。別に誰でも本当頑張ればできると思います。ですね、以上ですね。じゃあ次の曲に行って、ラストも2曲なんですけども、じゃあ次の曲に行ってみましょうか。Yeah.
ありがとうございました。